セミナーは県内での人材確保につなげようと県などが開いたもので、県内企業30社が参加しました。はじめに企業の採用活動を支援している佐賀 HR ラボの宮原麻也さんが求人票の書き方を解説。宮原さんは職種欄は製造やドライバーなど職種だけを書くのではなく、具体的に仕事内容をイメージできるよう書き方を工夫をすることが大切と説明しました。続いて工業高校の校長と元商業高校の教頭が登壇し、高校生の受験動機や就職先の判断材料などを紹介しました。県教育委員会によりますと、今年3月に卒業した高校生の県内就職率は 61.2% で、県は新型コロナウイルスの影響で採用活動が遅れているので、企業や学校と接点を作り、県内企業への就職を促したいとしています。